今日ですね、足立ハウスフェスティバル2019 の、 開催に伴いまして、今回会見をさせていただきます。茨城大使、そして声優、俳優やってます、足立と申します。今日はよろしくお願いします。今回、改めて男性キャストがあと2名発表になります。まず1人目がですね、茨城県牛久市出身の与那賀翼さん、いろんなアニメで活躍中で人気の声優さんでございます。そして僕とちょうど同じテレビアニメオールアートという作品でダブル主役をやってました千葉翔也くんという声優さんが追加になりまして、この5人で9月1日茨城県を、そして足立ハウスフェスティバル2019を盛り上げていきたいと思います。足立ハウスフェスティバル2019はトーク、そしてゲーム、そしてライブの、そして茨城 PR の構成になっております。コーナーを設けて茨城県のいろんなゲームがあるんですけども、人間間違い探しという会場のゲームとかあって、間違いを本当に会場を動かすんです、スタッフさんとか芸人さんが。でそこに例えば茨城の物産を持ってたりですとか、いろんなそういう身近に感じられるものですとか、あとはトークでもちろん茨城のテーマですとか、茨城県に携わるものをいろんなトークテーマに基づいてちょっと面白おかしく展開したりですとか、はいはいはい、やっぱり今サブカルチャーといいますか、今2次元の世界、そして2.5次元の世界、本当に今すごく盛り上がってる状況っていうのも一つありまして、たくさんそのいろんなアニメの世界ですとかも知っていただきたい、でプラス歌を通して本当に楽しいライブ空間っていうもので、若い子たちだけじゃなくて本当に世代問わず楽しめるんだよっていう空間を足立ハウスを通して作っていけたらなと思っています。はい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 、ロビーの部分にですね、いろんな仕掛けをしてまして、ロビーで楽しめる構想を練っております。これも第一校舎さんも含めなんですけども、外でカラオケ大会が開催されていたりですとか、いろんな遊具があったりですとか、なんかロビーにいても会場に入って出てもなんかすごく楽しめるような空間を楽しんでいただくために、今この2時間のラグを設けさせていただきました。あとは一番やっぱり茨城県 の観光 PR ですとか、いろんなゆるキャラさんですとか、これからちょっとゆるキャラさんの交渉に僕向かおうと思うんですけども、どこまでゆるキャラさんが出演してもらうか分かんないですけど、はい、そういう展開もしていけたらなと思っております。 V チャンネル茨城をご覧の皆様、足立優斗です。茨城大使やっております。本当にね、今日もありがとうございます。今日記者会見をしました足立ハウスフェスティバル2019、こちらですね、本日発表したのは男性キャストを発表させていただきました。男性キャストは僕、足立優斗、そして茨城県出身、与那賀翼さん、声優さんですね。そしてもう一人声優さん、千葉翔也くんを発表させていただきました。この5人で、そして七海ひろきさん、そして三田あゆみさん、この5人で9月1日茨城を精一杯盛り上げていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。そして1日に向けての意気込みなんですけども、目いっぱい本当にね、茨城に来てよかったなと、そして茨城県内の方々が茨城県で住んでてよかったなと思ってもらえるような一日を精一杯ね、キャスト一同作っていきたいと思いますんで、足立ハウスでしか見れないものを9月1日作っていきたいと思いますんで、精一杯茨城魂で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。